はい、で、中間推薦なんですが、こちらクリーム系の薬剤をつけていきましたので、できるのかなっていう部分ですよね。で、やり方としてはこうやります。あんまり教えたくないですけど、タオルを濡らします。いいですか、タオルを濡らします。濡らしたらどうするかっていうと、ここに引きます。そして、モデルさんネープのところがもし痛かったら緩めてあげてください。一番下のドットだけちょっと痛いかもしれないんで、はい、で中間推薦はやっぱりやった方が僕はいいと思うんで、耳キャップを外します。そして、ターバンをするような感じで、耳の上を通します。いいですか。そして上に持ち上げます。上に持ち上げます。そしてここの先を縛ります。ギュッて、で思いっきりもう一回ギュッと縛ります。そして下を引っ張ります。そうするとここに今お湯が溜まるようになったんですね。で、この状態でお湯を回します。ある程度回していきます。これでですね、しっかり中間推薦が、できているので、はい、ただまあ薬剤これクリームなんで若干残ります、毛髪に。なのでそれはもう仕方ないっていうスピードの技なので、荷剤をしっかりつけていくような感じですね。ただ残留したものも後ほどしっかり取っていきますので、内液はもう取れませんから、もう諦めてますね、この時点でしっかりは。なのでまあ逆にちょっと残っててもしょうがないかなみたいな感じでやってます。でもできるだけなるべく取っていけるようにしていきます。はい、そして、そうですね、ちょっと魔法の薬剤を使っていきます。はい、浸透率アップですね。まあ、パーマ液の一時剤にやっぱ寒色系のものとか入ってるんで、その辺が邪魔して、水が通っていかない、荷剤が反応しづらいっていうことがあります。ですのでそこをまず、クリアするために、こうしてます。で、これをつけた後にですね、もう一度、お湯をくぐらしていきます。でまたくぐらしていきますね。で今度はタオルの下を持ち上げてお湯をためていきましょう。そうすると、毛髪内部の方に、まあ多少ですが、水がこうね回るようなイメージですね。例えるとしたらお風呂のお湯に髪の毛をドットままつけてるような感じが理想です。大丈夫ですか。お風呂のお湯にドットのまんまつけて、るような感じ。あれ冷たい、これ冷たくね。あれ冷たい、大丈夫っていうような感じでやっていきます。なんでまあ乳液はしっかり浸透させたいので、で、今度乳液つけていきます。はい、荷剤はちょっと、スピードアップの場合はちょっと濃度を濃くします。で濃度を濃くすることによってスピードが早まります。で、ね、乳液をつける前にまたですね、浸透剤を先につけてですね、乳液の通りを良くしていきます。で、なるべく乳液が浸透しやすいようにまず、状況を整えてあげることが大切かと思います。なのでまず乳液がしっかり作用するような感じでやっていきましょう。はい、そして、乳液ですね。まあこれ大体うちだとこれ2本3本ぐらい使えますねっていうような感じで、もう乳液をドカーとつけます。ドカ付けしますね。で、あとはシャンプーやってないじゃないですか。で、シャンプーはアフターシャンプーとして荷剤をしっかりつけて、時間をある程度置いてからシャンプーしてさらに荷剤を振動させていきます。そうすることによって、まあ最後パーマ流すだけだとちょっと気持ち悪いと思うんで、まあ、うちは最後シャンプーなどする場合もありますね。で、ネープの毛がちょっとね浸透しづらいことがあるんで、もう指でですねかなりしごいて、しっかりついていくような感じで、やっていきましょう。はい、まあ、これブロムさんですね。もう2つつけます。で、浸透剤もつけて、
ちょっとスピードを上げていきます。ただ普通に2剤やっただけだとやはり反応が弱いので、ちょっと裏技をします。ちょっとズルします。はい、ズルしてつけます。はい、1本使い終わりました。で、もう1本あるんでもう1本使っていきます。ですが今度はロットアウトしてから、こちら使っていきます。残りはこのぐらいにしといてロットアウト後に実際に、馴染ましていきますっていうような中間水栓ですね。あとは通常通りで、ちょっとやった方がいいかな。それでちょっとじゃあ今日は巻きでやっていきます。まず一回ちょっとチェックしますね。パーマがどれぐらいかかってるか。お、かかりづらいですね。やはりちょっとかかりづらいですね。まあ緩めなので、こんな感じなのかなっては思うんですけど、通常はもうちょっと時間を置いていくんですが、ちょっと今かなりでこの外してからが結構肝心で、ここでしっかりつけます。薬をここでしっかりつけないと、ここで一剤をもう除去するかのようにやっていくんですけど、とりあえず一剤を全部取ります。二液で、二液の存在をもう、一液の存在をなくしちゃいます。でもちろんこれ今一液が効いてるんで、この状態にしとくとだれちゃうんで、すぐですねしっかり浸透するように、カップとかを使ってしっかり中和をしていきます。ここも肝心ですね。これは本当にもう 2剤の加水につけるっていうか、もう浸透させるみたいな、加水のお風呂に入れるみたいな感じでやりますね。これをなるべく浸透するように、髪の毛をたるませて伸ばさないような感じで毛先をしっかりやっていきます。はい、こうすると1液が取れて、2液が作用するので、はい、で、ここでシャンプーします。でシャンプーによって、活性剤で、より、馴染ませるというかですかね。シャンプーで馴染ませていきます。で毛先の方はだれないようにしっかりこのような感じで泡立ててあげて、さらに2液を塗布していきます。もう本当に2液しつこくつけます。なので2剤の消費がすごく高いので材料費がめちゃくちゃかかるんですね。なので結構厳しいです。軽く洗います。首大丈夫ですか？結構寝てますけど。ごめんね、ちょっと簡単で申し訳ないですけど。で、結構ネイプの方は気持ち悪いと思うんで、メイクの方をしっかり二液の浸透をシャンプーでさせていきます。
まあ、ちょっと簡単でね、今日はちょっと省略してますが、はい、毛先の方を浸透させます。で、またここでですね、またタオルが登場して、これを使って、ちょっと裏技をやっていくんですが、こちらの方はまた今度です。